う翔吾くん、なんだか自信がついちゃうな。てへん。よし、これからもっともっとホームページのレポート頑張っちゃうんだ。じゃあね翔吾くん、バイバイ。そう、それは良かったね、ミフちゃん。うん。いらっしゃい。今日は午後から。空いてるでしょ。マグロは何かな。デートマニュアルでも熟読中かな。ねえ翔吾くん、聞いて。返事がまた増えたの。今度はもっとすごいんだ。
私は特に花の王子様にとっても感激なの。花の王子様って名前、ほら昨日話したでしょ。あれが書いてある物語のタイトル、それをもじったものだよ。飛行機の犬を残した物語だね。本当に大切なものは目に見えない、そんなフレーズが有名だよね。そうだよ。ん？何のこと？それは素晴らしいね。そうかな。素晴らしい感性だよ。もしかするとミクちゃんのその感性は、その花の王子様っていう人と近いのかもしれないね。感性？物事に感じるイマジネーションが似ているのかもしれないよ。同じようなものを知ってたり、同じようなことを感じて考えたりして、だからその人はミクちゃんのホームページに巡り合えたし、花と童話が好きなミクちゃんのために花の王子様という名前を選んだのかもしれないね。そうかな。そうなのか。そうだと嬉しいな。そうだといいね。道ぐらい覚えろよ。次から一人で勝手にここまで来いよ。お、トビーいらっしゃい。タマちゃんもよく来たね。ういっす。ひださん、おう、ミフ。ひださん、ひださん、あのね、ショウゴさん、こんにちは。お料理作る人さん、こんにちは。こんにちは。それよかったじゃんか。可能性としてはあるかもな。まあ俺には思うだけの花も惑星もいらねえけどな。あの二人、仲がいいみたいだね。ショウゴ、オーダーは？はい、ショウゴ。ここ座っていい？
なるね、今日も。ねえ、サンちゃん、今日は来れないね。俺の縄張りを荒らすなよ。すごくよかった、あの絡み方、親父臭くて。酒癖悪いタコかタヌキかって感じ。そういうノリ巷では久しぶりに見ちゃったな。なんだか懐かしいね。心癒されるね。ねえ、それって今なら逆に新しいの？ネオフューチャーかミッドセンチュリーってとこ？お前そんな暇人じゃないよ。それに私って動物にはとっても優しく接する主義なのね、えワンちゃん。ほー、頑張るじゃない。カナタさん、来てたの？あのね、私ね、ここでバイト始めたの。え、そうなの？そうなのねえ、ショウゴくん。毎日頑張ってるんだ。あ、そう。ネオちゃん、すごく楽しそうね。うん、楽しいよ。よかったね。うん、じゃあね。あたし仕事だから着替えなくちゃ。ネオちゃん、さてと、そうね、かわいいかわいいワンちゃんの優しい扱い方の話だったよね。可愛いワンちゃんはね、そんな風にうるさい吠え方はしないものよ。ショウゴくん、あのね、あのね、あのね。あ、こんにちは、カナタさん。お元気ですか？うん、元気よ。ミフちゃんも元気みたいね。何かいいことでもあったの？ウキウキして見えるよ。うん、あのね、私ホームページを作ったの。へえ、そうなの。そうなの、てへね、ショウゴくん。頑張ってるんだ。あ、そう。ミフちゃんすごく楽しそうね。うん、楽しいよ。よかったね。うん、あのね、ショウゴくん、私タマちゃんとお友達になったの。それでね、
タマちゃん、白いベゴニアのお家を知ってるって。私はね、葉っぱが濃いので花が白いのが一番好き。多分それみたいなの。今から連れて行ってもらうんだ。ミフ、とっとと行くぞ。あ、じゃあね、ショウゴくん、カナタさん、バイバーイ。バイバイ、ミフちゃん。さてと、ショウコさん、テレビ、誰かな？百瀬たまきだよ。そう、こんにちは。たまとかたまちゃんとかみんな呼ぶよ。そう、たまちゃんね。そうだよ、しょうこさん。ミフちゃんとお友達になったんだよ。みんなで白いベゴニアを見に一緒に行くんだよ。そうだ、もうミフちゃん行っちゃったみたいよ。あ、ショウゴくん。そうなんだけど、あー、やっぱり